キリト君、今って時間ある？あるけど、どうしたんだ？実はちょっと興味のあるクエストがあるんだけど、一緒にやらない？クエスト？もちろん OK だ。せっかくだし、みんなも誘ってやろうか。それはダメなの？ダメって？このクエストは二人パーティー限定で。なら仕方ないか。それでどんなクエストなんだ？基本的には素材を集めて特別なアイテムを作ってもらうクエスト。お互いの名前が刻まれたアクセサリーが手に入るんだって。へえ、名前入りのアクセサリーか。割と性能がいいのか？性能は全然弱いよ。じゃあなんでそれが欲しいんだ？もう大事なのは性能じゃなくて名前が刻まれるってところ。名前が刻まれるところ？でもそれって装備品というより恋人同士のアイテムっぽい。そっか、だから二人パーティー限定なんだな。分かった、アスナ。一緒にクエストをやろうぜ。俺たち恋人、この新しいゲームでも二人で思い出を作っていこう。それじゃあ早速素材集めに行こっか。ああ、素材集めにしては結構大変だな。まさかこんなにモンスターが多く出現する場所だとは思わなかったよ。連戦に次ぐ連戦だったもんな。でもおかげで必要な分の素材は集め終わったみたい。それにしてもキリト君、いつもより動きが良くなかった？そうか。何か理由があるの？言いづらいこと？改めて言うのは恥ずかしいんだけど。なんだろう、気になる。本当に今更のことだから期待するなよ。何かな。やっぱりアスナとの戦闘はやりやすいんだ。スイッチのタイミングとかさ、アイコンタクトすら必要ないくらいだよ。そんなこと？ほら、やっぱり改めて言うことじゃないだろ。ただこのアイングラウンドでもやっぱりそうなんだなって感じたんだよ。そっか。そう言ってくれて嬉しいな。確かに私も君と一緒だと連携取りやすいし、緩急のテンポとか同時攻撃のタイミングとかね。
長いこと一緒に戦ってきたもんな。そうだよね。あ、もちろんお揃いのアイテムを早く手に入れたいっていう気持ちもあったからなんだけどな。もうそれは言わなくても分かってるからいいの。あ、そうか、それは失礼しました。さあ、それじゃあ素材を持ち帰ってアイテムを作ってもらおうぜ。あ、うん、手繋いで帰ろっか。そうしよう。お待たせ、アクセサリーが完成したよ。これってレザーマスコットってやつだよな。期待していた以上によくできているじゃないか。はい、こっちは君の分、それでこっちが私の分。ちゃんと名前が刻まれているな。ハスナが嬉しそうでよかったよ。早速このアイングラウンドでも二人の思い出が作れたんだもの。大切にしてね。性能はそんなに良くないけど。もちろん大事にするよ。私たちが一緒に過ごしているのってすごく不思議だよね。思い返せばいろいろあったよな。なんせ出会ったのがデスゲームの渦中だったし。必ずしも常に一緒だったわけじゃないけど、大切な時間は二人で迎えた気がする。アスナが攻略の鬼と呼ばれていた期間は除いてね。もうやめてよ、その呼び名恥ずかしいんだから。それにそっちこそ孤独なソロプレイヤーだったじゃない。まあその方が効率がいいこともあったわけで。でもアスナは実力があったからこそそう呼ばれてたわけだろ。大勢の人たちに慕われていたんだし、誇りに思うべきだよ。あの時は何よりも攻略を進めるべきだって思っていたから、今みたいに広い視野で物事を見られてはいなかったと思う。その割にはホラー系のエリアをサボっていたよな。それはそれ。その後からしばらくして私は少しずつ変わっていったよ。君と出会っていろいろなことを学んだから。大したことは教えたつもりないけど、昼寝の楽しさくらいじゃないか。以前の私はそういう当たり前のことが目に入っていなかったから。だから君が教えてくれた何気ないことの数々が
とても大きなものだと学んだの。どれも私にとって大切な思い出。まあ君と出会った後に大変なこともいっぱいあったけどね。それは否定しない。俺も望んでそうなったわけじゃないけどな。けどやっぱりそばにはいつも君がいてくれた。君が一緒にいてくれることこそが私にとっての力なんだよ。俺だってアスナがいつでも隣にいてくれたから今というものがあるんだ。現実、SAO、ALO、そしてここ、オリジンでも。ねえ、手つなごっか。あ。暖かい。キリト君、君を肌で感じているみたい。どうしたの？いや、なんか今のアスナの言い方がちょっとエロかったなって。そんな意味じゃない。もう冗談です、副団長殿。もうたとえどこであろうとも私たちならずっと一緒に歩いていけるよね。ああ、当然だよ。冒険も楽しいことも一緒にいっぱい挑戦していこうね。あ